はい、ホワイトベース出張館内放送でございます。はい、今ね、またちょっと時間ができちゃってですね、本当は今日はお店に戻ってからやろうと思ってたんですけども、まあ大体話したいことが頭にまとまった時に話すのが一番内容的にも良いので、はい、今やっちゃおうかなと思います。はい、昨日ですね、バイクの相場が今どうなっているかという話についてですね、ご視聴いただいて皆さんありがとうございます。で、コメント全部拝見させていただいてですね、そのコメントの中でですね、いくつかちょっとテーマ的に、あ、これは拾った方がいいかなって思うものをですね、勉強させてもらっております。はい、非常にありがたいです。はい、で、その中でですね、僕が、まあ、これ話した方がいいかなと思ったのが、具体的にどの辺の車種が落ち着いてきているのかというところですね。価格ですね。車両価格がどの辺の車種が落ち着いてきているのかという具体的なところの例をですね、挙げてなかったなと思いまして、お話ししていこうと思うんですけども、まあ、全車種っていうとそのカテゴリーで分けるのと、車両そのもので分けるのと、2つあるんですけど、車両そのもので分けちゃうとですね、選択肢が多岐にわたってしまうので、車両のカテゴリーって言ってもオフロードとかスクーターとかじゃなくて、もうちょっとこう掘り下げた感じでね、僕はトップ3を選んでみました。選んだトップ3と、まあ、おまけで何かやること話そうかと思うんですけども、で、そのトップ3ですね、まず最も値段が乱高下した中で今一番下がっているのが 400cc アメリカン。はい、これはね、価格平均相場的には非常にこうまだ高い金額を推移しているように見えるんです。これ統計取ってみると平均的には50万近いぐらいの金額になっているように見えるんです。これでもこれ実は言うと罠というか罠じゃないんですけど、間違いで 400cc アメリカンっていうのはカスタムをですねされるモデルが非常にこう多いんですね。で、カスタムをされているものに対して高い値段をつけて売っているショップっていうのがあります。はい、でそのショップがですね平均価格を底上げしちゃってるんですね。で、正直カスタムされたバイクを買うという人は今のご時世結構少ないんですよ。少ないけど、まあ耐えたわけではない、いないわけじゃないですね、そういう人は、ね、だから非常にこう少ない市場の中でやっていることになるんですけども、でもノーマルで普通の一般の人が買う市場と統計上同じフィールドに現れてきてしまうので平均的な値段としては上がって見えるんですが、 400cc アメリカンのノーマル、はい、ノーマル車のですね、価格っていうのは多分今底値になってるんじゃないのかなと思います。はい、もうね、僕が見たところだと旧式のキャブのやつだと10万円台とかでしたよ。はい、これもね、一時やっぱりこう便乗して値段がバーンと上がってたんですけども、これは早々に値段落ちましたね。はい、でこれ 400cc アメリカンの話で、じゃあ 250cc アメリカンの方はどうだっていうと、これもやっぱちょっと値段下がってきてます。はい、でこれまあ、まずそれ以前に、なんでこの中古車の値段が上がったり下がったりするかってですね、まあ、要は欲しい人が多いと上がるわけですね。欲しい人が少ないと下がるわけですよ。で、欲しい人っていうのは日本国内の市場の他に外国の市場もあるわけですね。外国の市場が食い込んでくるようなフィールドになってくると、日本の国内の市場を無視した形で値段が上がっていきます。これ 125cc 以下のバイクで顕著なんですけど、 125cc 以下のバイクでオフロードとかがね、国内需要がほぼないものに対して新車の値段の3倍になるとか、そういうですね例がありました。はい、だからアメリカンバイクで 400cc 以下のものっていうのは国内需要しかないんですよ。これ、まあ、経験上の話なんですけど、例えばね、海外でアメリカンバイクが乗りたいっていう人はかなりの富裕層なんですね。かなり富裕層、ね、これ、まあ、どこの国かっていうのは省きますけれども、なんでかっていうと、ハーレーとかね、ポラレスとかね、そういう本格的なものが乗れる、選べる立場にありながら、それよりも値段が高い日本の250-400のアメリカンを買うかって言ったら買わないですよね。だからものすごく趣味性が高いんです。じゃあそれ持ってたらチヤホヤされるかってね、ポテンシャルバリューになるかって、そんなこともないわけです、ね、だから250のアメリカン、400のアメリカンで日本国内市場のみで戦っているものなんです。はい、でこれがまず真っ先に値段が落ちました。はい、で、次に値段が落ちてきたものっていうのが、
250cc ネイキッド、はい、250cc ネイキッドっていうのはあのバリオスとかね、ああいう4気筒のもの、昔のね、なんか4気筒 250cc とかじゃなくて、Z250 とか、あと、MT25 とかね、そういったその最近の市場でいうところのネイキッドですね。これの金額がかなり落ちてきてます。はい。でかなり落ちてきてるっていうのはどういうことかっていうと、現行の新車を超える金額で売ってる中古車がまずなくなったっていうことと、現行に近い5年落ち以内の中古車が新車と同じ金額で売られるかって、それもなくなってきたっていうことと、やっぱり常識的な値段、やっぱ僕ね、あと10万出せば新車買えるっていう状態になると250って売れないと思うんですよ、中古だとね。10万以上値段が開いて、なおかつ納期が早くないと、中古の 250cc っていうのはあんまりこうメリットがないと思うんですよ。でそれが今もともとそういう世界だし、今ちょっと前はそういう状況じゃなかったけど、今はね普通な状態に戻りつつあります。やっぱりそうだね、新車と同じぐらいの金額で、売ろうと思ったら、やっぱりのメーカー保証期間がねだいぶ残ってないといけないとかね、いろんな条件があると思うんで、やっぱ新車から15万ぐらいマイナスで、でもメーカー保証残ある保証がついてますよと、で、まあ綺麗で走行距離も全然伸びてないですよっていうものだったらまあ売れるんですけど、まあ、そのくらいの状況になってきたかな。例えば新車が55万で売ってたら、まあ、40万ぐらいで、まあ、消費税別だったとしても車体出してくれないと、まあ、中古車だと売れないかな、まあ、これがまあ普通ですよ、普通で、まあそれで40でまあ出そうと思ったら、まあ、移動経費と利益とか考えて、まあ、買取金額を決めていくんです。まあ、それだとまあ大体まあ20万から30万の間で、なんとか30万いっちゃったらちょっと手元残んないんですけど、そのぐらいで、買わせてもらえないと、即売れたとしても厳しいかなっていう、中古車的にはそういう考え方ができるわけですね、はい、これが値段が もっと下がったりもっと上がったりとかしてしまうとですね、ずれちゃうわけですよ。例えば中古車が50万60万で新車と同じかそれ以上で売れるってなっちゃうとね、そうするとそういうそれが一般的になっちゃうと、買取金額が例えば40万とかになってくるわけですよ、ね、それじゃないと買い取れなくなってきちゃう。でそうするとどうなるかって、相場が普通に落ちた時に40万のコストでをかけて買い取ったものを40万で売らなきゃいけない。そうすると消費税分赤字ですよ ね。赤字じゃやる意味ないわけです。今その状況になってるお店すごく多いのね。はい。で、これがまあ、まあ、こういう状況になるのが分かってて、その時にすぐで、なんとかしたいから、目先の小銭に食いつきたいからっていうことで、相場の乱高下を見抜けずに仕入れちゃったお店っていうのは、やっぱ潰れちゃうんじゃないかなと僕は思います、はい、だからね、全然買い取りをさせてもらえなくて、自分提示した金額で全然買い取りをさせてもらえなくても、そこで値段を上げて無理に買い取るっていうのをぐっとこらえてですね、一生懸命そのこういう条件じゃいかがですか、お願いしますみたいな感じで頑張るのが必要なんじゃないかなって思ってますけどもね、はい、僕に売ってくださった方本当にありがとうございます。今本当ね、バイクってすぐ売れるわけじゃないんで、下手して1、2ヶ月もしくは半年ぐらいね、在庫しなきゃいけないんですよ。でその中でやっぱこう相場がものすごく激しく動くんですね。で上がるものもある、当然ね、上がるものでもそれはごくごく一握りなんですよ。一握りも一つまみぐらいしかない。大体下がります、はい、大体下がる。そうですよね、日に 年式落ちていくわけだから大体下がるんですよ。だからそれをまあ僕は見越してそのね、提案してる価格に対して、いいですよ、売りますよって言ってくださったお客さんたち、本当にありがとうございます。おかげさまでなんとか生活できます。はい。本当にありがたい。はい。すみません、話が横道にそれました。次ですね。次、どんなバイクが値段下がってきたかっていうと、株、2種の株等のですね、エコノミーバイクですね。あの辺の値段は非常にこう下がってきてます。まあ、先日、災害対策を考える会で、僕、株ね、全然問い合わせがないから、うちの店用にしますみたいなことを言ったと思うんですけども、全然問い合わせがないっていうのは、そのバイクそのものの魅力がないとかね、価格設定がおかしいとか、ね、コメントでもホワイトベースは高いみたいなの書かれてましたけども、高くないから、ね、めっちゃ削ってあの金額だから、ね、それはそういうタイミングなだけであって、
また時が巡ってくるとね、需要は上がってくるんですよ。でも無理して売らなきゃいけないほどお金がないわけでもないし、無理して現金に戻さなきゃいけないほどバイクが高いわけでもないんですよ、株っていうのは。はい。別にうちのコードとしてしばらく稼働してもらって、走行距離が5000ぐらい伸びちゃって、それからまたねメンテし直して売りに出したとしても金額変わらないんですよ、あんまり。はい。だからうちで使うことでコンテンツになっても、動画のコンテンツになってもらうとか、直すとか整備とかの動画の主役になってもらうとか、そういう使い道の方が、うちは YouTube をやってるのでいいわけなんですね。だからあれ、売ってくれたオーナーさんがもし見せたら傷つくかなと思いながら僕は動画を作ってたんですけど、そういうわけなんですよ。はい。子には活躍の場があるんです、僕のお店には、動画をやっているから。はい。今無理してね、安くその叩き売りしなくてもね、安く叩き売りされちゃう方がかわいそうでしょ、バイクは。ねえ、もうお前売れねえから安く行ってこいみたいな、かわいそうじゃん。お前本当は価値があるやつなんだから、その価値をね、が分かる正常になるまでうちにいていいんだよって僕は言いたいわけですよ。はい。で、その中で僕がその役割を与えてるっていうだけの話であって、売れないから残しておく、売れないから売らないよっていうわけじゃない。売れないから売らないよだったら売るもんなくなっちゃうからね、バイク本当にすぐ売れるもんじゃないから。はい。で、話戻しますけど、で、一時ね、まあ今も株流行ってたかもしれないけど、株主なんて言われてさ、ちょっと話題になったじゃないですか。で、あれじゃあ最近の株ブームなのかって、株すごくブームで流行っててみたいなことね、一部で言うじゃないですか。んなことはないから。んなことはないんですよ。はい。株が好きで株マニアの人っていうのは、もう何十年前からいるんです。これは。ね。ただ、それを、ある程度発信力がある人が株を好きになって乗っているケースが増えたっていうだけであって、株っていうのは昔から愛好家がいます。はい。で、その愛好家の数がすっげー増えたのかって言えば、僕はねそんなんでもない気がする。はい。ただまあね、ハンター株とかね、そうしたので話題が出たりとかして、あとアニメとかでね、株が出てきたりとかで、非常に注目度が集まって、販売台数が増えたかどうかって多分増えたとは思う。でもすごくこう、ブーム、猫も杓子も、もう老若にゃんにゃん、みんな株みたいなのはないと思うんですよ。はい。で、二種の壁っていうのがあります。はい。二種の壁はですね、二種は基本的に自動車専用道路を走れない。ですね。ね。だから、行きはいいんですよ。わーいって頑張って。で、目的について力尽きたら、帰ってくるとき高速道路を使ってワープってできないんですね。はい。まあ、それみんな当たり前のように分かってると思うんですけども。まあ、これを、ができないっていうことに対して、だんだん不満を覚えてきて、で、中型になるっていうケースももちろんあります。はい。もちろん乗らなくなるっていうケースもあります。ブームの底、底辺ぐらいの方の人っていうのはライトユーザーなんですよ。で、このライトユーザーをいかにたくさん確保するかっていうのが売り上げにつながるんですけども、多分ね、そのライトユーザーがね、だんだん飽きてきてるんです。はい。だって、株主なんて言ってもさ、株だもん、どうせ。派手じゃない、地味だから、その株に対する派手で話題性を呼ぶ新しいコンテンツってないでしょ。ね。ないんですよ、世の中に。なかったの。ちょっと頑張ってたよ。一時すごい頑張ってた。いつも頑張ってる人はいる。リトル株とかの時代、カブラとかの時代。いつもいるんですよ。ハンター株の時代もそうだった。最初ね。いつもいるんです。でも、なんていうのかな。思ったほどヒットしない。うん、思ったほど長続きしない。はい。で、今が多分その株主と呼ばれた株ブームのある程度終焉に近い状況なんじゃないのかなって僕は思ってます。だから株そのものがね、普通の株として、ね、僕が言ったように、例えば災害の備えだとか、ね、一般的なエコノミーユースとしての、役割に戻りつつあるじゃないのかな。で、ハンター株とかそういったものは株というよりは、ライトに使えるオフロードバイクとかね、そういう新しいカテゴリー を作って、そこに居続ける。こういう時代になったんじゃないのかなと思います。はい。だって、うちにある株110とかは、ハンター株とは全然違うからね。
あれハンターカブはカブって言ってもエンジンが横置きっていうだけで全然なんかキャラクターが違うじゃないですか、ね、だから普通のカブをハンターカブみたいに使うっていうことは、まあ、できなくはないんですけど、まあなんかちょっと違うっていうことに対してですね、まあ最たる例を言えばそうなんですけど、そういった事実に対してね、周囲が気づき始めたのかなとも取れます。はい、ね、でまあ、あとはそのおまけの話で言うと、僕がよく、ね、言ってるというか前も言ったようにキャブ車のツアラーね、キャブ車のツアラーが非常にこう値段が落ちてます。でこれはバイクブームでもですね全然値段は関係なかった。ちなみにバイクのブームというか相場の乱高下で直に影響を受けたのは250のカテゴリーがメインです。はい、でおまけで 400cc 以下で大型については全く影響なし。はい、むしろ売れない、いつも通り売れない、はい、もういつも通りユーザーを選ぶ、はい、で2種以下のものに対しては特定のブームがあるものや特定の需要があるものっていうのがバイク乗りと呼ばれない人たちに対して人気がありました。要は通勤のためにしょうがねえからバイク乗る、スクーター買うっていうような人たちですよね。別にその人たちをバイク乗りと呼ばないわけじゃないんですけど、バイクが好きでバイク乗ってるわけじゃなくて、バイクに乗らなきゃいけなくて乗ってるっていう人たちはちょっと線引く必要があると思うんですよ。車もそうでしょ、だってね、趣味性の高いスポーツカーとか乗ってる人は四輪車が好きでスポーツカーが好きで乗ってるんですよ。でもそうじゃない、例えばプロボックスとかね、カローラとかね、あとバネットの貨物車両とかね、そういうものに乗ってる人、あとは普通の軽自動車に乗って通勤している人って別に四輪が好きだからそれ乗ってるわけじゃなくて、車に乗んなきゃいけないから乗ってるわけですよ。そういう意味で彼らはじゃあ走り屋かって、そうじゃないでしょね、軽に乗って通勤してるおばちゃん走り屋じゃないでしょ、ね、四輪好きの走り屋じゃないじゃん、まあ、そういうおばちゃんもいるかもしんないけど、峠最速みたいなのいるかもしんないけど、ね、配達やってるおじさんがじゃあ走り屋かってそうじゃないでしょ、まあ、そういう人いてもいいと思うけど、バイクもそうで、ね、通勤のために2種買って免許取って、免許取って2種買ってそれ使ってる人がじゃあバイク好きでそれをね乗ってるのかって言ったらイコールじゃないわけですよ。そこはちょっと僕線を引く必要があって、バイク好きのバイク乗りとバイク乗んなきゃいけなくて乗ってるバイク乗り、2種の市場というのは後者のですね、バイク乗んなきゃいけなくて乗ってるバイク乗りの方がかなり底上げして支えてます。はい、この辺の市場はねまたちょっと変わった話になってくるんで今回は割愛します。はい、で最後にですね皆さん、バイクの相場のですね、今高いのか安いのかどうか適正価格かっていうのをね見分ける簡単な指標を一つだけ教えして動画を締めたいと思うんですけども、動画だのサイトですね、中古バイク検索サイトに飛んでもらってですね、まあいっぱい自分のね欲しい車種がバーッと、ね、何百台って言ってるじゃないですか、ね、これを安い順に相当並べ替えしてください、ね、安い順に並べ替えて安い方の金額から見ていきます。その中で首都圏で、そこそこの年式、そこそこの走行距離、ね、であるもの、例えば5年落ち1万キロ台、のもので、東京で売ってる、大阪で売ってる、名古屋で売ってる、ね、で首都圏で売ってる、ね、もしくは東京千葉とかね埼玉とかね行ける範囲 で売ってる、人口密集地域に近いところでにお店がある、 できればそれもなんかちょっと大きいお店ですよね、なんかディーラー系の店とかで、そういうところで売ってるそこそこのものの金額が自分が思い描いていた大体このくらいかなっていう価格ですね。例えばまあ中古の 250cc だとまあ45万ぐらいかなと、状態いいやつでね5年落ち以内でまあそのくらいかなと、まあ保証残あればラッキーみたいな感じで45ぐらいっていうのが安い順にそうとして3台以上並んでいたらそこでそれが適正です。はい、で要は買える状況で3台以上並んでた、ね、いくらそれが例えばレーブル250が品薄で100万だとかね120万とか書いてあるじゃないですか。でも調べてみるとディーラー系で置いてある店っていうのはまあ消費用込みで63万とかね結構普通の金額だったりとかするんですよ、ね、でそれに加えて価格帯ごとに相当して今状況違うけれども、例えばね下から数えて、まあ、3台ぐらいが、まあ、走行2万ぐらいで、5年落ちでそこで売ってるところが、まあ、首都圏でっていう状態で売ってるところもなんかまあ、ちょっと聞いたことあるような、ね、大きい店だなっていうのがあれば
乗り出し総額でね、例えばそこで45ぐらいになってるとかね、50ぐらいになってるとかね、それが3台以上あればそれが適正価格、それ以上を例えば新車でいくら高く金額乗せててもそれは売れてないです、はい、逆に言うとその下から相当した3台がなくていきなりドーンって相場よりも高い値段が出したらそれがその相場です、はい、ね、それは売れてるから売れてるものがなくなってるんです。売れてないものがそこに残ってるの、ね、売れてないものが残ってる状態で、普通に理にかなってる金額が乗ってるとしたらわかりますよね。売れててなおかつ残ってるとしたらちゃんと市場がその価格で回ってて今そういう状況にありますよっていうことなんですよ、ね、伝わったかな、はい、まあ、余計な話をしました、はい、そのわけでですね、今日は面白い話をねちょっと考えたので、はい、お話をさせていただきましたけど、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、コメント欄楽しみにしてますので、皆さんねいろいろ書いてもらえると、はい、全部読んでますので、はい、今後ともよろしくお願いします。